サイド使ってきた佐々木、エリアの中自分で持ち込んだ選手が三塁どうだ、枠に当たってる、チャンス、ヘディング、決まった、勝ち越した、前島2試合連続のゴール。枠に当たったところ、前島この位置にいました、落ち着いてヘディング決めました。まずは佐々木一輝、この左足メインが立ちはだかって枠に当たって帰ってきたところを前島2試合連続今シーズン3点目。